オオーディオブック。現実でラブコメできないと誰が決めた6白古祭こと京国西高校学園祭一般に文化祭とか学校祭とも呼ばれるそのイベントは例年10月中旬に開催される日程は土日の2日間で開催時間は朝8時から19時うち一般開放が9時から15時だ 期間中に実施されるプログラムは多岐にわたり、学年ごとに種目の違うクラス対抗企画、飲食屋台や喫茶店などの模擬店、文化部の発表会、フリーマーケット、巨大壁画アート、高野菜などなど、おおよそ思いつくものは全部盛り込みましたって感じの最強の学園祭である。京西がお祭り学校とあだなされているのはまさにこの学祭ゆえと言っていいだろう。 来場者数もうん人規模だって話だからな。もはや、ちょっとした地域のお祭りレベルだ。地元特産品の販売ブースとかあるし、似たようなものかもね。上野原が紙パックのピンキオレをコクンと一口飲み込んだ。ちなみに、ピンキオレとは、いちご牛乳の桃バージョンみたいなご当地飲料で、言うまでもなく甘々しい。俺は、 タブレットをタップして次の画面に進め、ラブコメにおける学園祭の位置づけのスライドを表示する。そして学園祭は、どんなラブコメ作品でも必ず登場すると言っていいほどの最重要イベントだ。作中で最もドラマティックに盛り上がるシーンは大抵ここだし。非日常に包まれた学校で起こる登場人物同士の衝突や和解。 同時多発的に起こる群像劇的な青春模様満を持してのヒロインへの告白それこそあげればキリがないほど学園祭における名シーンは多い世にあふれるラブコメ作品の数だけドラマがあると言っても過言じゃないだろう特に重要なのは学園祭を起点にキャラたちの人間関係が劇的に変化するケースが多いってこと。 大抵ここから一気にラブコメが加速するからな学園祭とはまさしく非日常の集合体であり普段は見ることのない登場人物たちの様々な側面葛藤行動内に秘めた思いなどに触れることになるそれらの相互作用によってキャラたちの関係性が劇的に変化し物語はクライマックスへと突入していくのだだからこそ 白虎祭は新プロジェクトの目的。みんなのラブコメを実現するための場としてふさわしい。もうこれ以上条件に合う学校行事なんてないってくらいに全てのピースが揃ってるんだ。はじかの僧、著。朗読。上西鉄平。天海由り奈福尾ゆい。 の葉月森島優香長谷紀人ランズベリー・アーサー田所日向宮城和希山本真希善用寺恭平武ア愛菜 若林優。堤幸那。桑田直樹。長岡隆歩。そして、ラブコメは実現する。残るは、一人ぼっちのメインヒロイン。今こそ、俺たちのハッピーエンドを成し遂げよう実現するラブコメ、これにて完結。 オーディオブック、現実でラブコメできないと誰が決めた ?6 各オーディオブック配信ストアにて販売中。